お、にじすけ先生1番だ。ありがとう。ぞさん、すぎちゃん。ゆうさん、ちいちゃん。かざさんだ。しおりさん、やち、しんちゃん、さいさん、てむじ。さなが1番、ありがとう。けっすりーさん、わたさん。お父さんいません。待って、この間ださ、来てくれてた人やん ありがとうございますさなちゃんおめでとうああれか <laughs> あのさあざと可愛いクイーンなんとかあざと可愛い選手権だよねありがとうえなんか今日ブスどうしようちょっと待ってどうすればいいかなこっちどうしよう ちちちゃん出演おめででとととととううょょっっねねありがとうとか後で、ね、ちょっと詳ししく説明しますゆっくりゆっくりねちょっと話してこうちょっとちゃんと説明するね白鳥からとさんいっちゃん61さんありがとうございますあっすーさんジェットジェイドありがとう今日もかわいいありがとうございます今日のお洋服もかわいいねしんちゃんありがとうジェイクさんありがとうこんばんはお人形さんだっけえっああっ T シャツこんありがとう白鳥競争の子 めっちゃやばいんだけど顔どうしようみんなメイク薄いからかな T シャツこありがとうブスなんて言わないでえっとさ言わないようにするジムジ挨拶だけありがとうパオさんこんばんはありがとうございますさちゃわざとくないただただ可愛いだけゴンゴンマイん,ごんさありがとうございますそうねしあどりね どううしようと思ってそのあのあ,あざ自分がそのあざとくしようとか思ったことないけどなんかどう出ていいんだろうって思ったんだけどなんかもうあざといを作らずなちょっとは頑張ってみるけどその作りすぎると空回りしちゃいそうだからねスちゃん 可愛い,いと思うけどありがとうなんかさ光かな光の度合い光が強すぎる絶対的に銀河一か愛い,いありがとうやっちも今日も可愛い,いジェックさんありがとうちゃかおさん嘆きしちょうだいちゃかおさんにありがとうちーちゃんかわいいありがとうございますあざとさといえばもも一緒ねそうやねとってろ今日も可愛い,いありがとうございます風さんも可愛いいよありがとう 西木先生もありがとうみさえさんみくちゃよくわからないけどとりあえず登録だけしましたありがとうさえさんみくちゃねそうみくちゃはそうありがとうをさんしてくれてそのみくちゃでねあるんですけどその配信があざと可愛い,い選手権があってとりあえず ラトトリリが出るんですよ代表としてリッムのそしたらその後にグループ全体で戦うんですけどミクチャ配信で。でそれであの1位になったグループはマーキーの雑誌に4枚取り上げてもらってで2位が2枚で3位が1枚みたいな感じになるんですけどあのグループ全体でその配信を頑張らなくちゃいけなくって。 で頑張りたくてだからあのー、その白鳥のおさえがかりさんたちだけが頑張ってもダメなんですよねそう皆さんがあのー「ラビッツの皆さんがあのー、頑張っ頑張っ一緒に頑張ってほしい選手権美しいちゃかおさんありがとうございました あれゆってぃさんってさやばいゆってぃさんってさ昨日さらちゃんチラシありがとうだよねシャートリーがさ「そうだ桜の時から知ってる」って言ってくださった方ですよね合ってるだよねさちゃん好きだったよって言ってくれた人ですよね サナさんはドリンクバーサナさんはドリンクバーで1杯目は大体これとか決まってますかおレンタンありがとうございます。質問えっとねリアルゴールドがあったらリアルゴールドでリアルゴールドなかったらえっと賞金ビッチャー。 くちゃって毎日さっきなちゃんそう配信してたそうにいすけ先生可愛くてくまったんいろさあくまったん可愛くてくまったん可愛くてくまったんくま,った,んまったんか4ページはすごいねカズさそうすごいよねだからその,そのみんなで頑張ったら雑誌掲載成功させたいとかと成功させたのでさ一回さマーキー 出れなくなくっっちゃったじゃん多分ねシャアトリたちの人数がねいろいろ揃わなかった時期だったからだからリットムの人数揃わなかったりしたからマーキー出れなくなっちゃったりしたからみんなでもう一回取り戻そうって言ってあの頑張ろうと心え心心構えしてるので <laughs> 皆さんよろししくお願いしますあ待ってリオンちゃんいる ミクロット今日もありがとう来てくれてユッティーさんようこそってありがとうそうさんあのねそういう素敵なチャンスなんだねミカちゃんそうそうなのミカちゃんありがとうこんばんはユッティーユッティってぼうユッティー マザパパ静大な可愛さの差やちがあざと可愛いをどうやらなんか興味があります <laughs> あざと可愛く頑張るマザパパこもこさんこっちのお仕事おめでとうありがとう昨日さなちゃんチラシありがとねこちらこそ。もうびっくりしたあのねそう昨日ビラを渋谷で夜配っててパって後ろ向いてあのー、ね渡したらあのー 知っててくださって桜の時の白鳥さんで最後のあのー、卒業公演も見てくださってたんだってゆってぃだから皆さんお迎えして「リ <laughs> アルゴールド好きなのおせるすぎちゃん大好き」絶対飲むもん。 私はまだまだわからないこと多いけど、応援頑張ります。さいさん、ありがとう。全然もうね。見てくださるだけで大丈夫だよ。さいさん、本当ありがとう。さいさんの応援を心に頑張る。メンバーもラビッツも一段じゃなくて頑張ろう。そうだね。しんちゃん頑張ろう。まこさん、こんばんは。ありがとうございます。そうして、けいさん関ヶ原予選以来のみくちゃだっけそう。関ヶ原要請以来のみくちゃんでもね。前はあの関ヶ原より頑張りたい。今回は。 優しいみんなから絶対に協力してくれるよだからさなちゃんもガッツリー生配信見せつけちゃってたから頑張っちゃうしあざとく頑張っちゃうからさみっくちゃんでイベントするのあざとかわい選手権マーキーの応援よろしくです私も卒業公ょ行きましたみかちゃんそうだったのありがとう虹にじだあにいすけせんありがとううんにじありがとうありがとうおにしすけ先生 頑張れるわつナメラ天然なあざっとさも持ってるか大丈夫ねぇなんかちょっと大丈夫かな本当にトウシくんやありがとう久しぶり一回あざっとかわいポーズ見せてほしいなやだねあの明日ねどこやろう明日みんなが迎えてくれてる YUT をアイラブユありがとうヤッチありがとう ありがとうクラウドさんおつたなちゃんありがとうございますミクチャーしながらの一日4公演やったら楽しかったねしんちゃんやば懐かしいそう一日4公演あったねしんちゃんねありがとう4公演とも来てくれてコモコさん福井からラビちッんようこそで <laughs>、ね、もみんな来てくれたらいいのにほんとにおやまやほうに暑さ教えてもらうんだっけパンプキンそうなの あれをね思い出して頑張るしらとり今日も会えて嬉しいよまあ、ローたんだありがとうさしさんこんばんはありがとうございますあ,あ待ってあ待って。しらとりの後ろあでもさ別に写っていいやつだったね見てほら桜あるからなんか後ろになっちゃったよ間違えたらこうしちゃったでもさ全然見えてよかった桜映った <laughs> なんか間違えてボタン押しちゃった <laughs> なんか間違えたボタン押しちゃったんだけど <laughs> いいよね <laughs> 本が倒れてるね <laughs> ちょっと倒れてたルネサンスの教室が倒れてた <laughs> <laughs> ドジっコってこととか <laughs> やろ今日くらいのメッキュピュア感あってましててすきちちゃんほんとに やってっ明日はねあざと可愛い,いだから明日のねそうシャトルさ昨日ね昨日ねあのちょっと濃いめのさ羽上げのメイクしてたのビラ配りの時だからさそれってあざとくないじゃんだからちょっと明日あざと可愛い,い選手権だからちょっと可愛い感じのメイクをしていこうと思う 可愛らしいよ、いや、ありがとう。嬉しいハプニングよ、あやち、よかった、なら、なら、よかった。お、シーケーさん、みくちゃんはアカウント作った日はコイン回収できないの、新規でグッズ作る方、は今すぐ使った方がいいですよ。ありがとう、シーケーさん。皆さんだから、今すぐ作ってください、アカウント。ここぞという時のあざといから、あの子すごい神ゃそうなんだよ。 だからあの子は本当にあざといのさらちゃん誰に見せるわけでもない日記を個人的につけてそうミクロットすごいミクロッと合ってるすごいねミクロッとミクロッとすごいよくわかるねさらちゃん昔から変わってなさすぎて、えー、よえよかったえんかさえよかったんか添えてくれるとめっちゃ。 嬉しいですなんかさ変わったなんかねなんかさえいい意味で変わってないだよねっ <laughs> 言っていい意味で変わってないだよねあフォローしてくれたありがとうマジでありがとうシアトリさ今日誕生日のゆめちゃんが家族全員あざといと出てた。 伊賀さん、えどういうこと夢の家族が全員あざといってことこの人あと2年後にハイボール持つのヒロさんえそう2年後にねハイボール持っちゃうの乾杯そうそうだよ元カラからもらったネックレスとかあったりしてヒロさんないです 虫涛りさ悲しいことにあのないんです別に悲しくないか悲しいことにそんなこと本当にないので皆さんご安心くださいほんま今日も可愛すぎて溶けるわって <laughs> だって脂身はなかなか溶けてくれへんし虫涛りマル、まあ、タンもねマル、まあ、タンのそのままが好きだからありがとう溶ける溶ける デミッションの時はは緊張しななくても大丈夫なはずそうだね確かに普段のさなちゃんのお姿でもいっぱい可愛さ伝わるからありがとうとかえろえ、ね、もうちょっとさどうしたらいいかなならさみんなさみなさんさ何をさ見たら可愛いって思うこの子あざと可愛い,いってさどうやって思う あざと可愛いいいうのは普通の時にしか出さないだから桃えはすごいねサパパなるほど過去のやつをさ見るあの桃えちゃんの動画見てこっかなメイク変えなくても十分可愛いやしまマロタえー、ありがとうあざとかいコンセプトメイクいいねこ小室さんさやってみるちょっとタれ目でちょっとピンク機たいち機械でまざと可愛いい攻めてきてほしいなとこやろわかった 任せろ、とこやろお違いのおかるさんだありがとうメイクしてないように見えるバッチリメイクがあざといメイクかも確かに美香ちゃんそう言われるとそうだだからメイクちょっと薄くてちょっと薄いように見えてねだけど実はめっちゃちゃんと手凝ってて目が大きく見えるってことだよね クワクさんお父さんちありがとうございますクワークさんさあちゃん天才だからあざといも絶対にできるにすけしせ頑張るね顔もキャラもいい意味で変わってないよ言ってさよかったよかったなんかちょっと待ってニュージェネレーションライバーだって何だと思うみんなさニュージェネレーションライバーって出てきたんだけど何これ何新しい年代のライバー 何言ってんだろうこの上の文字確定なミクロとそうハイボール確定明日の髪型やメイクをどなにするかが大切よねもうめっちゃ漏らしていくわどこやろうだから応援しに来てミクちゃんにライオンズライオンズ月末ライブ行くかもですあ待ってもしかしてさクラブチッターライオンズシャトリとライオンズ初めて会ったところクラブチッター イマルでハイボール持つかえそうだよロタイマロと磯丸で夢ちゃん今日誕生日ねパンプキンさん夢おめでとうあ夢おめでとうなんですよあんなちっちゃかった夢があざといの定義が分からんのように見ロるとそうなのおっしゃってるもわ分かんないの目見て笑ってくれた時サイさんなるほどね目見て笑いますわかった目見て笑う さらに可愛くなったことが変わってるところかな <laughs> え、じょさん天才じょさんあざといな <laughs> 悲しいことにひろさくそう悲しいことに楽しんでるさなちゃんが可愛いよしんちゃんわかった楽しむねだら明日のミクちゃん生配信はめっちゃ楽しみたいと思いますそんなメルはいいところを変えずにアップデートし続けてるからすごいありがとうやっちも自信持てるわそのままで十分可愛い差がなく 可愛さが可愛さがないとあざとくないしまろたんかわさがないとあざとくないしなるほどありがとうまろたん上目遣いがあざとさの基本の姿勢ねえすけど確かに上目遣い大事だよねでも待ってカメラに上目遣いってどうやってするの生きていて思うけどさなちゃんほどいい女で性格いい子なんていないなえっ、ー、ほんとに ライオンズライオンズ本当にまあそうだよね <laughs> 本当にそうですよ押して後悔はさせないよってねシャートル押して後悔はさせないよってでもね昨日それをねあの押して後悔はさせないよっていうツイートを一回したんじゃないですかピークラスのライバーが漏れなくてニュー漏れなくニュージェネなんだって そうちょっとセットビッグクラスだからニュージェネなんだ違うの分かるさえなの A クラに行きたいの S クラに行きたいで、なんていうかしたっけで昨日その押して後悔はさせないよってツイートをしたらあのリップにねある方がねなんてしてたっけいろんなアイドルさんの表現方法とかを見て。 身につけたた方がいいみたいいみなことを書てててくれてて確かに白鳥さあのアイドルさんのツイートとかをさあまり見る機会ないなと思ってだからこれからねもっとね勉強していこうと思ったんですよそう「クラブチってたよねライオンズあったの嬉しかった」でパフォーマンスを選んできてくれたんだよライオンズ。 女性のアドバイザーほんとに心強いねやっちほんとにノーサナちゃんノライフライオンズまってあれじゃん何だっけタバレじゃんちーちゃん話し方とか仕草かなだよね話し方と仕草をどうしたら可愛い可愛い,いは分かりやすいけどあざといが難しいそういやじさあそれってさ何ねえちょっと調べてみていい とアザあざとはアザトイ症聡明とは症するいさま抜け目のない感じのあるさまやり方が悪どいさまたちの悪い様子といった意味の表現文脈によっては浅はかに物ようなニュアンスも含まれる。 このの答えはウェブリオ JP によるものですなんかちょっとあざといがわ待ってシリに聞いたらさシリなんかあざといを悪く言ってたんだけど多分そんなことないよねさっちゃんのキャラそのものがちょうかいありがとういっちゃ61さん自信持っていくねしかも努力家とか最高ライオンズねえもう押すしかないよねライオンズ押すしかない あざと可愛いだからあざとい1可愛い9でもいいわけで個性が出ればいいんですわかった確かにまさっ話し終わる瞬間に両手を口元に寄せて首をかしげるわあにすけ先生確かにやってそう知らぬ間にこっそり人の<笑><笑>なるほどな、ね、ゆティ。知らぬ間にこっそり人の袖を掴んでたりしたらあざといかも なるほどねそんなことできる人っているのかな頑張ってみるねさらちゃんにビラもらいたいレイオンズえねいつ帰るといいねでも多分これから定期25日ぐらいまであのビラはいっぱい配ると思うからいつ帰るかもカメラちわざと上目から撮るとか <laughs> それそれどうしようね多分固定カメラだミクると。 フリーライブがショールームアワード2023で表彰されるチャンス CK さんえなるほどねえそんなチャンスあるんだ CK さん楽しめば大丈夫ちーちゃんかな目の前で名前呼ばれるだけでよきつい姫好きやよと言ってましでマロタンさん会った時めっちゃ愛伝えてくれたの本当にかわいいねかわいいねってマロタンに言ってくれて,してもしあでもありがとうありがとうってなったね嬉しかった ミニクリスタルクマレインボースターを合計1,000個以上獲得した先着200名が結晶そういうさ CK さんイベントがあるの自分がかわいいのを理解してさらにかわいいことをしようとするしぐさとかあざとあなるほどねえかわいいでしょってことかな 変に他の人のツイートを見たり自分をしっかり表現してあげるほうがめちゃくちゃわると思うなるほどところでもねでも,もうちょっと見たほうがいいかなと思ってし合っとシリ辛辣でしょうこもこさん <laughs> シリめっちゃ悪口言ってたあざといのまっ、あ、シリはシリなんでねねっぶりこすぎるのは逆に可愛くなくなっちゃうかもだから気をつけてところね難しい で難しいこと言わないでもう <laughs> わざとわざとエキスパート歌えば多分かわいいや多分 <laughs> それなあミクと絶対そうだよねえ今日カラオケできるかな実はね白鳥ちょっと体調崩しててね喉の調子がねちょっとあまりよろしくないんですけど ちょっと良くなってきたからカラオケ配信できるかなって今日思ったんですねだからわざとかわいいあ間違ったわざとあざとエキスパート歌おうかな明日に向けて「趣味ウケるでしょ」言って全然あざと「かわいい」を悪く言ってたあざとは計算してる感じがあるよちっちゃね 昔より今のさらちゃんの方がもっと好き、ここの人は皆そう。本当にいいです。け先生。んうん、なに、あと、すぎちゃんみくちゃってなんだ、調べてみようと、あ、すぎちゃんみくちゃのね。さとりがツイッターしたんだけど。そこのリンクから。 けどねみんな聞いてねえみんな聞いてねえみんな聞いていやばぱうしいんだけどもうじゃあもうなっちゃってなんかねさっきのちゃんにねあのー、さきなちゃんからさなちゃん体調大丈夫って昨日は体調悪いのにダンスを教えてくれてありがとうって来てあの昨日 さきなちゃんとくまちとゆいゆであの自主練の部屋を借りて1時間かやったんですよ。でゆいゆは一人で踊ってでくまちとさきなちゃんと私でダンスやっててさきなちゃんが本当にあに「さきな下手だから」って「さらちゃんに教えてもらいたい」って言ってくれてずっと言っててくれたんですけどなんか白鳥がなんかダンスを教えるのは。 やっっぱりユーユかなって,思ってて思だけどさきなちゃんは「さなちゃんに教えてもらいたい」って言ってくれたから <laughs> 教えててでそして1時間もうあっという間に過ぎたんですよでさなと一緒にベラ配ったんですけどそしたら「今ねハーゲンダッツね送ってくれました LINE ギフトでありがとう」ってハーゲンダッツをし教えて送ってくれたのでこんなさ優しいさ方いる すぐ変身する 好きなうゃん大好きやそうみんなね頑張ろうってなってるのなってるっていうか頑張ろうってずっと思ってるんだけど喉スプレー持ってたね昨日寒かったでしょ小も子さんそあ喉スプレー昨日寒かったでも大丈夫喜んでる時点で喉使ってるから無理休んでねまるた大丈夫やねまるった 普通のイベントと違ってと言った方がわかりやすいかなるほど、しゆきさんしなくても大丈夫とかやるカラオケ明日声が出ないの心配だぞね、しゆき先生だよね、しない方がいいか、カラオケさゆさん、ありがとうえひろたんだえんひろたに今日もありがとう、来てくれて無理しないでね、どうぞんもありがとう しげちもありがとう。夜に配るんなら職場まで来てくれればみんなに配るよ。お前さパパありがとう。えマサパパみんなに広めといて。でもいやマサパパだけでもいい気がする。なんか急に顔が一気に長くなった今。なんでだろう。燃え袖もよかったよすぎちゃん。ありがとう。もい袖は重要かも。に、ね、いす先生分かった。燃え袖で行くね明日。 あざとは計算してる感じがあるよねちいちゃんえー、計算か同じじゃんほんと計算いやもうなんか頑張ってみるね勉強して表現方法のバラエティーを増やすのにいいことだけどさなちゃんの魅力はみんなよく分かってるよありがとう優しいマジで優しいありがとうおいちゃんの岡い一さん本当に嬉しいマジで今さ幸せってなった今さきなちゃんから。 っ、えー、って言って言いいでしょめっちゃさっきのうちは優しいマジで空ち今優しいからだねってごもくさそんなもう最近涙もろくてこれだけで泣きそうになってくるのどうしよう白鳥メンバーが仲良くなかったら箱でお三し嬉しいねんってもらったら嬉しいでしょさきぞは優しいそうなのマサ、ま、パパ。 バブ組の絆が組まってて嬉しいあれそうだバブ組なの投げキッスちょうだいウィルケー投げキッスに,に投げキッスにちゅウィルケーにちゅありがとうありのままの方が魅力出るからそのままで大丈夫ちーちゃん分かった頑張るねちーちゃんありがとう何があだてんのか考えない方がサンダちゃんのらしさが出ていいと思うしんちゃんわかったもうさでもちょっと テンションは高く頑張るけどお部屋暑いのにひろた暑くないなんなら寒いんだけどちょっとなんかさ急になんかあのほってった顔だけなんかわかんないけど泣いていいやで <laughs> ありがとうやっちもハンカチも出してくれるのありがとうさっちゃんほんと頑張ってるよ偉いでありがとうとこえろうもツンツンだツン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 ,ツンツンだありがとう どう盟こもこさあっ末っ子同士だからバブって呼ばれてんのさきなちゃんさ意外とさあの末っ子気質だからねでもね白鳥はさきなちゃんはなんかバブってよく言うけどちゃんとお姉ちゃんっぽいところもあるかな 二人とも素敵すぎちゃんありがとう。さあちゃん本当頑張ってるよえらいえらいありがとう特エロ特エロ直接えらいえらいにしに来てよ。そう嬉しくて体温上がったのしんちゃんそう嬉しくて。逆にあざと可愛いで混乱したらガスのサなメロで勝負した方が良き。どうしようなんかさありがとうおハイラビオザ特エロありがとう。あおー エローからの「アイラービューだ」だありがたく受け取ります無理してキャラ考えなくてもいいけもそのままで可愛いいからうんパンプキンもありがとうパンプキンは黙ってて <laughs> なくなっちゃったお茶お茶なくなっちゃった そう辻咲乃ちゃんは向上心がねすごいのほんとにね21日によしよししに行くから待っててやってあや待ってるねあっ次のライブって21日かちょっと待って次のライブ次のライブの情報21じゃないわ次 20, だ20日新宿レイニーであ二20かごめんやちシャトイが間違えてた新宿レイニーでスーパーライブあります14時55分から約15時からあります新宿新宿レイニーよくやってるところだシャトイここのライブ会場ね広くて踊りやすくて大好きなの みんな来てね。みんな来てね。明日の明日じゃない間違えた。二十日。ああ二時だ。うーん二時。ありがとう。ザザありがとう二時。もういつもありがとう本当に。二十日だよみんな。マザパパもありがたいに来てくれるんだ。 ありがとすぎる明日あそう一応次のライブは明日なのそうそうだ次のライブは一応スタッフに出れないけどみんなは次のライブが明日あるえっマジでゆってぃ23日初めてライブ来てくれるかも おちょっと待って20渋谷かうわマジ嬉しすぎるえ絶対また話そう言ってありがとうのりちゃんおつさまちゃんありがとうございます14時55決まってる丸尾んいけるかも丸尾たん本当に 決まってるよまだ出てなかったもしかしてまだ出てないか多分出演が14時55から15時15で得点会が15時25から16時15だってあるから丸太に来れる時間厳しそうなんでピアノなのかとかやろう 21日ならほんとサナちゃんに会いたいありがとうとこやる。時間難しそうかマジか黙ってマフーバンバキンごめんごめん久しぶりにあティム・ジーだティム・ジーおはようああのね話してた流れはねティム・ジーその明日のあざと可愛い選手権でどういうのがあざといかなっていう話をしてたの ニューージェネレショーライバーのイベント参加してるのってうの参加してないけどなんか B, B のこのランクの人の中でってことだよね待って白鳥さドア開いてるかも寒い空気入ってる違うか足が冷たいんだった先の 先ね、もうグループのためにめくちゃ頑張っててすごく美味しかった「ラビッツとしてもリベンジだありがとうにじすけ先生いありがとう本当に皆さんぜひなんか拡散ツイートみたいなよろしくお願いしますそのあのまたマーキーに出たいからそのためにま,またマーキーに出たいなだから、えっと「ラビッツのみんな「ラビッツと「 リットムーンのみんなでまたマーキー目指して頑張ろうっていう今からチキン見に行ってくるマルオタンありがとう見て見て見て来て見て来て,てね冷やさないようにねコンボクちゃんありがとう冷やさないようにするみんな詳しいのはミクちゃなくてミクちゃんねえミクちゃんもねちょっとやんないとさ いいいいいいろろ考えなないでいいんじゃないイベント自体イベントじ自動エントリーなんだねそうティムジーみたいそう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 イベントでもないみたいアプリ入れてるよしんさんありがとうちょっとももねでもね、えっと、あざと可愛いい選手権っていうのがあのマーキーのあるのでマーキーのやつであるので あしらとゆうのツイッターリンクでさっき告知したのでそこから飛べるのでぜひ審査応援よろしくお願いしますみかちゃん喉ちょっと痛いトローチ舐めていいですかトローチ聞くわみたんフォローしました待って初訪問ありがとうございますあれ待ってももこのさアバターあ間違えた間違えた違うかごめんなさいわみたんありがとうございますフォロー 白鳥さんなんです高校3年生の18歳ですありがとうございますもちろんさなちゃんのことみんなに協力のお願いしてきますねありがとうとかよろしくランク条件満たして誰かが二次星クリスタルクマ投げると自動参加になるのですでに方に参加になっているようですそういうことね CK さんありがとうえっこれでさもしさ なんかどうかなったら、どうなるんだっけ、二百位以内。こんコマは。ありがとう、みゆたん。お、ティメシアしたの、おいショん頑張れるように。 選手権ありがとうニジティムじんにありがとうのノ,ノのケアしてるとからありがとうマーキーを取り戻されにじきししそう取り戻したいんですパンプキンリおンちゃんがミャアちゃルアイドル,アイ,ドルアイスパンの追加メンバーオーディションに参加しているよパンプキンえそうしてる 頑張ってほしいマジ心から本当に心から頑張ってほしいしんちゃんパヤメパヤメちゃうなミクチャでコイン回収するにはログイン配信ありがとうシーさん教えてくれてログイン配信の X 共有 配信視聴20枠まで CM 視聴あありがとうしっけえさんここ書いてくださって皆さんコインを回収してコインを配信に投げてくださると嬉しいんですがこのコインを回収するのにログインで配信の X 共有をしてん配信を視聴して20枠までで CM 視聴などやり方があるってことですね。 紫スプレーもシュシュしよう、こもこさんね。ちょっと取ってきていいですか。あの喉のスプレー、ごめんなさい。行ってきます。 今日初めて聞く単語がいっぱいで新鮮すぎちゃう <laughs> ミクちゃとかってことトローチャージの嘆きしちょうだいやっちトローチャージでいいならやっちにちやっちやっちゃんもちいかは好きなのかゆってーしらとり大好きだよちいかはめっちゃいるんだけど見せたいんだけど 見せたいんだけどこれもらったやつとと上に子分いっぱいいるいっぱい子分がいるけどちょっと落としそうで見せれないけど 学校の宿場にも知恵がついてるでも最近はこれが好きアグリベイビーアグリベイビーが最近好きですえトローチ舐めた後30分ぐらい何も飲まない方がいいのおじいちゃん初めて知ったありがとう今日もアグリを車の外にぶら下げてるっいたいたちいちゃんほんとに天才だうわまた天才だ 後にもアグリーアグリーアグリーシャ作りたいショールームの方は星虹星とクリスタルクマ合計100個達成で新着200名ジが決勝に来てなるほどありがとうもっかしいけさ言ってくれてティムジー上目図いでお目,目がまんまりになるのかわいい <laughs> ありがとうございますなあずっとかわいいでそれ使うか別にさ 意図してないよね。し、あ、待ってケタロウさんだ。おはようケタロウさんありがとう。<laughs> パソコンの更新プログラムが全然終わらなくてイラついてるので落ちた。ああ、そうなのケタロウさん。スマホで育。そうやってるねイキだよさありがとう。大丈夫？アクリルペペこの前ドンキにたくさん出た。言って本当に？ 大好きなこのお尻が可愛いんだよねアグリーのちょっとアグリーこれもう脱,脱がしちゃったけどさ見てアグリーちょっとお腹出てるうわ可愛い可愛いでしょ実は今日だと思って焦って配信を探してたら明日だったまだババのそう,のそう明日の19時半から。 こら、明日の配信で喉が痛い私のこと治してくれるってあざとけ言えば強いかもわかったありがとうとこやる使ってくね6月以来のミみくちゃだから後で操作方法を優しとこうありがとうやちドンキでおそろちアグリー購入したやちね モニディスケ先生真っしゃいバラ当たたかも逃しちゃったのウケルユって言しょあれどこ行った下に履いてたものがどっか行っちゃったアグリーがえどこ行ったのあなた <laughs> アグリー履いてたの落ちてた <laughs> はアグリーの残骸アグリーの残骸下にあったちぎれそうで怖いぞそれが意外とちぎれないんだよね さん、みくちんの CM7 資は24時に12時16時2時の4回ですありがとう渡さん皆さんここ要注意チェックを渡さんのえげつない伸ばし方でしょ聞いた渡さん意外とちぎれないんだパンプキンコカ・コーラのアプリでジュース買ってチーカーグッズ当ててさなちゃんにあげたいけど当たらないあ,ありがとうパンプキン当たるまで待っています <laughs> アグリのおパンチュ確認いや実はアグリのおパンチュ下で確認した <laughs> <laughs> ミクチャー関ヶ原ライブ確かにそうこもこさんそう関ヶ原のライブ以降ミクチャーミクチャのアプリ残ってました参加できるかとコンゴマさんもありがとう喉が痛くて声が出たのもう少し近くに来てってうるうる目で言えばありますさパパえなんか ちょっと恥ずかしくなっってきたちょっと想像するだけで恥ずかしくてどうしようめくちゃやっぱりねちょっと大変かもだけどよろしくお願いしますそうだよすぎちゃん全裸になっちゃった見てアグリってさ耳がちゃんとある,あるんですよリアルなちょっと汚れてるなこの後ろ姿が面白いんだよねこないだみんなであのねみんなで ユキャッチャー行っててでそれで「アグリー取ろう」ってなったけどみんなどんだけお金かくても「アグリー」が取れなかったらシャトル1,000円使ったの10回しても取れないのあずたかが基本的にデミッションと思えばでもねえとこやらシャトルデミッション苦手だったんだ大丈夫かなみくちゃはマーキー番組公式に入ればいいの そう、しんちゃん。そう。そう。しんちゃんって呼んでたしんさんのこと。ごめんなさい。しんちゃんって呼んじゃった。いいかな。あざといで思い浮かべる人いるももいちゃん以外で。あざといで思い浮かべるのはね、みかちゃんどうだろう。 斉藤渚ちゃんとか、あざとい。あざと可愛い,いとか、あと誰だろう、あざとい人っ,って。いっぱいいるよね、多分。誰だろう。でも、特典会見てたりしたら、この方、あざとくて可愛いなと思う方とかいっぱいいる。 デミショーで泣いてたようなマサパパそうデミショーで泣いてた悔しくてりょうせん先輩だ世界一可愛いありがとう今日もありがとうデミで泣いてしまってサンチ思い出しましたないちょっとねデミ…そうミカちゃん渚ちゃん当たったいかもだよねしんちゃんで思いの三人ぐらいしんちゃんで呼ぶ子いるしあらなんか同じ呼び方やだなまぁ、あ、行こしんちゃんで ツインボックスの日じゃないとマジ融ーキャッチャー取れなくなったしんちゃん <laughs> でツインボックスの日に取んないとだでミシゃ苦手なのに、ね、そうだよサナちゃんめっちゃ可愛くてききよホントにとくえるありがとう苦手だったんださよりんごと秋元なつさんえどっちもわかるあでもささよりんごさん分かってたけどさ 秋元マネマネッさんはういうかなあの顔は分かるんだけどあの方もあざといんだやっぱり石原さとみさんがあざといとて思うのはミちゃんだよね確かに確かにあざといかわいい桜デミーの時も涙でもっと好きになったやつがいたそうなのやっちゃんありがとうありがとうもうダメださだけ検証だもうダメださにありがとう今日もありがとう 明日のアザタカウインコイン決定す今日は自然体で遊びながら楽しんでねありがとうゆうすけ先生もアザタカウインタコさんポーズお願いしますもうダメださんおシャトルーの退入式だ昨日生配信アグリンを一緒に撮影するのはやめた方がいいのあた <laughs> しないしないとこやろそんなこれ持ってかない明日生配信 さゆちゃんは演技しようとしない方が逆にいいと思うなずだよなそうだよなあずずと前全開だったらしいそうなんだポンプキンケイタロウさん生配信とら。そう生配信みくちゃ入ってる圭太郎がささゆちゃん自然体が一番ゆってもそうやって言ってこれるのありがとう何嬉しいんだけど う嬉しいんだけどもうねしくて切れそうなんだけどなんか嬉しくってよしアグリーの頭にハート形を作るか。 ドイは男性に呼ばれるけど女性には嫌われる印象があるマサ、ま、パパ確かに確かにほんまにそうですわねもうすぐ1時間だから体調優先してねええー、今子さんママでありがとう大好き電子機懐かしいあの時すごく可愛い子が入ってきたなってめっちゃびっくりした今は最近に可愛くてありがとうとかやろうずっとシャアーリンのことありがとう 少しふざけちゃうぐらいがい,いかと思うよ先生かかった <laughs> なんかさまたいっぱい頭に入れることがあって難しくなってきたんだけどどうしよう定義みたいななんか難しくなってきたどうしよう考えません考えますけどあの臨機応変にあの空、ー、回らないように頑張る。 だねそうしゃるとりさなんか一回ねめっちゃ嫌なこと嫌っていうかびっくりしたことがあったのそのまさパパの文読んで思い出したんだけどね。あの学校で話してる時普通に何人かで話してる時にあの男女どっちもいたんですよ。 どっちもいてなんかグループみたいな感じで普通に話してたんですけどそしたら一人の女の子にんか「えっじゃあサナちゃんって女子にはぶられたりしないの?」みたいななんか「あんま好かれなそうだよね」みたいなことを言われてなんかめっちゃ場がこうやってシーンみたいな。 えみたいな感じになってなんかそういう女の子あんま好きじゃないんだけどみたいなこと言われたのを思い出しましたマザーパパの分でホロオ受ケーだろさありがとうおお受験けさんだグさんぐんさんであってるかなぐんさんおつまちゃんありがとうありがとう 初訪問だフォロフォロー,フォロー軍さんありがとうシらとりさなと言いますよろしくですこわくもさらちゃんは天使ですみかちゃん <laughs> ありがとうさらちゃん天使だって7位か <laughs> リアクションを少し大げさにするだけで ok しんちゃんわかったリアクションも大げさにやります <laughs> 何も考えない方がいいよパンプキンわかった したけど、大好きだけど、サイさん。ありがとう。ね、サイさんはもう本当に、もうシャトにね、顔見て分かったもん。サイさんって、すごい心が嫌いな人だって思ったもん。サイちゃんめっちゃ可愛いから、その人の知ったよ、とかやろ。えそんなこと言うのかもこさんね。でももうね、全然いいんですよ、そんな。何やってんだろうって思っただけなんで、シャトは別にその人の言葉聞いて。怖いでしょ、オリオ先生やっぱり。みんな。 そんな人がいるんですねこの世の中には <laughs> めっちゃ面白いよねこんなにもめちゃめちさんに出会ったことはほんとなかったですからねありがとうとこやろところにアグリーベイビーからのキスをあげるよ <laughs> とこどこやろにアグリーからのキスあ <laughs> とこやろだけアグリーからミ <laughs> クちゃんマーキー番組公式のあざとかわいくん決定戦11月16あ <laughs> ま シーケンさん情報のけてくれてわーも,もうやらしい本当にありがとうあやたと可愛いいダんンダダン,ダダンさあちゃんはスナでめっちゃいい子だからそんなことないと思う言ってありがとうやばいね嬉しいあ心汚いですすみませんいそいそそそんな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 ,そんな台だって汚いところはあります さやちゃんが可愛すぎて嫉妬してるだけ、相手にしたいでね、とさん、はい、おうね、絶縁です。<笑><笑>うん。二十七月調べたら、わい出張やったわ。ああ、そうだったの、マルオタン。出張すれば。あれだね、マルオタン。あの。あの。あれだ、お気をつけて、いってらっしゃいです、マルオタン。二十五日は行くよ。おきしいの、楽しみに待ってる。そういうこと言ったら、誰からも使えてないから、気にしなくていいです、しんちゃん。ね。 そうですよねだってねだってそのその子あれでしたもうその多分その子一緒にいたその男の子が多分好きだったんですよその女の子がその男の子のことをねでそれで告白してたんですけど振られてましたマロタンあマロタン読んだありがとう今悩んでる通りさなちゃんはそんなにあざとくないのに気にしなくていいさナちゃんはそんなにあざとくないのに 気にしなくていいよ伊賀さん分かった特攻さんに夢できたマサパパそれはないだろうエロには見えないだろうこれ絶縁させ西月先生 <laughs> なんかいつの間にか絶縁になってたサナメルが気にしないことを知ってるやつたちが大好きなの知ってるから気にならないよねまあみんながいつも可愛い好きって言ってくれるからもうね でも女い子いに人されるほザちゃん美人さんなんだけどありがとうムジーも考えすぎるのは A 型の特徴だから仕方ないマサパパも同じで。マサパパありがとうちょっとシュッシュしていいですかシケさん情報ありがとうそう指名雑誌をかけたグループオーディションにリットムーンとして参加よろしくお願いします そうバトルなのを聞いたらさグループ同士のバトルになってくるの知らんから悪く言う気はないけど背負フれるようなのもあるとさ全然さう本当にここ,こもうね心底どうでもいいんですけどそうね <laughs> 心が星なんですよ冗談キラキラキラでね これからもいっぱいな送りますからねほんとさまちゃん超かわい自信持って大丈夫ありがとうとこる頑張るわそろそろ終わるかなシアトリスクシュタイムからいきますね一旦スクショ一旦スクショアグリーカモンいっせーので 心が星です。さあ心が星だよ。みんな心に星を持ってるんです。だからあのー、私たちもその相手の心の星を探していく。だ十歳から男女の方読んでいきます。十歳すぎちゃんありがとうすぎちゃん。十二さしさんありがとうございます。十一かなさんかなさんありがとうかなさんいたのねありがとう。 10位、マサパパ、ありがとう。マサパパ、ありがとう。9位、マシュマロ桜さ,さん、ありがとうございます。8位、パオンさん、ありがとうございます。7位、トケロ、ありがとうございます。6位、ティムジー、ありがとうございます。5位、ヤツメロ、ありがとう。4位、ニジスケ先生、ありがとうございます。3位、シンちゃん、ありがとうございます。2位、サクラさん、ありがとうございます。1位は、トゥーパン、ゾウさん、ありがとう、今日も。 待って、やつ太郎今来たの今来たんかい、やつ太郎可愛い,いと充電に…し、あ、可愛い,いとか…元気と可愛い,い充電…してね、ごめんごめん、ありがとう今日のミクとヒアスタルガーがちょっと可愛い,いありがとう、どこやろうどこや…間違えたティマジだごめん、マジで…マジでごめんうん…読む場所間違えた、ごめん…ティマジ…マジ もしやるぞり一回、お腹入ったら入りたい。ごめん。ひまきたんかいごめん。ティムジーに、今度あったら、もう、シャドウも、特大の何かをあげます。ごめんすぎて。よい夢を。